ASLAM は、イギリスの赤外線誘導空対空ミサイル。1980年代に、NATO 加盟諸国は、次世代の空対空ミサイルの開発について、覚書を結んだ。それは、アメリカ合衆国が中心となり、AIM-7 スパローに代わる AIM-120、アンノム中距離空対空ミサイルを開発し、イギリスとドイツを中心に、 AIM-9 サイドワインダーに代わる AS ラム、短距離空対空ミサイルの開発分担を行うというものであった。1992年より AS ラムの本格開発が開始されたが、1990年代初期にドイツは資金と技術的問題により AS ラムプロジェクトを離れ、Iris-T の開発に取り掛かった。この決定は、 ドイツ再統一によって受け継いだ戦闘機ミグ -29 に搭載された R-73 の性能に対する新たな指揮権が理由であった。具体的には、それまで NATO による評価が低かった R-73 は講師やカクシーカーや水力変更機構を持ち、機動性に優れたミサイルであったため、ドイツは R-73 と同等かそれ以上の 機動性を持たせるよう AS ラムの再設計を行おうとした。一方、イギリスは、機動性は限定的であるが高速と抵抗力により、サイドワインダーよりも大幅に射程を伸ばす案を指示した。ドイツとイギリスは合意に達することができなかったため、ドイツは AS ラムプログラムから手を引き合いリスティーの開発を選択した。AS ラムの設計に関するイギリスとドイツの長い、 検討に起因する開発の遅れにアメリカは待ちきれずサイドワインダーの改良を開始した。イギリスは AS ラムのシーカーにヒューズ社のフォーカルプレーンアレイを選択した。皮肉にもサイドワインダーと AS ラムの双方ともヒューズ社が開発した赤外線画像シーカーを使いヒューズ社はサイドワインダーのために使用した同じ技術で双方の選定に勝利した。 レーセオン社も双方に提案を出したが、ヒューズ社に敗れてしまった。しかし、レーセオン社はヒューズ社を買収し、最終的に AS ラムと AIM-9X サイドワインダーのシーカー製造はレーセオン社となった。AS ラムプログラムが再開することで、アメリカは AS ラムを短距離空対空ミサイルの候補にすると考えられたが、 機動性に対する認識からイギリスと合意することはなかった。なお、アメリカ軍は AS ラムを採用していないものの AIM-132 の名称をミサイルに与えている。シーカーにはヒューズ社が開発した多素化されたフォーカルプレーンアレイが採用されていて、赤外線が増誘導方式となり、感度は AIM-9M の400倍に向上した。 このシーカーは長距離補足、高度な抵抗対策、おおよそ90度のオフボアサイトロックオン能力などがあり、他にも目標とした航空機のコックピットやエンジンといった特定の部分を指定する機能を持っている。ロール能力も備えており、将来的に回マイナス35ライトニング2のウェポンベイに搭載する際の強みとなる。戦闘機への搭載にあたっては、 サイドワインダーとの電気的互換性を有する。ありがとうございます。